海口東駅に到着する CRH1 都市部高下通過中の CRH6 階型列車会南東間鉄道は中華人民共和国海南省の高速鉄道路線である海南東間高速鉄道などとも呼ばれる海口市と山足とを結び途中海南東東岸の文章市警戒市万寧市両水離属自治県を経由する海南鉄道は 中国の高速鉄道の中では、都市間鉄道に分類される。2007年7月30日に鉄道部と公衆、鉄路集団公使、海南省発展空港有限公使が共同出資し、海南東間鉄路有限公使が設立された。2007年9月29日に、着工。2010年12月30日に開通した。総事業費は億元であり、 これは海南島の交通への投資プロジェクトとしては過去最大のものであった。資金は鉄道部と海南省政府の共同出資である。伏線電化であり、電車列車による旅客運輸を主とする。路線全長は3 0 2トルで、設計上の最高速度は時速2 5 0トルである。初期には15駅が設けられ、海口駅、海口東駅、 三亜駅が都市間列車の始発着駅となっている。また、海口駅からミラン駅までは都市交通用にも用いられるため、全線を通して海南東間景機と呼ばれることもある。全区間の所要時間は最短で1時間57分である。これは高速道路を利用した場合の約3時間から1時間ほど短縮された。また、海南東間鉄道は 海南島東,東海岸側の最初の鉄道である。2019年7月1日から、海口駅イミラン駅間運行する、郊外通勤列車運用開始。CRH380A 型電車1、編成と CRH1 型電車5編成が、使用されていたが、現在は、CRH1AA 型電車に置き換えられている。ありがとうございます。